はい、おはようす。昨日と今日が、梅雨の雨のために、撮影が行けなかったこともありまして、急遽変更してね、僕はね、いつか、落ち着いた時に、話したかったことがあって、そのお話を今日はさせてもらいたいと思います。お話の内容なんですけれども、もともと僕は、今もそうなんですけども、ホスト業界にいました。で、ホストをやってました。それとともに、何度かね、ナンバーワンになったことがあって、その話もね、今日したいなと思って、いつかぶっちゃけて話しようと思って、今日この場を借りてお話ししようと思いました。どっから話したらいいかな。18歳の時に、僕はね、玉造の、光明寺っていう、お寺、百何十年から200年か続いてるお寺があって、で、そこの隣に、で、お寺、併設された、二階建ての、いっちゃうよ、ボロ屋みたいなところの二階に僕は住んでました。で、18歳の時に、友達と遊びに行った帰りに、チャトラのね、可愛い子猫を、捨てられた子猫がいたので、で、それをしばらく、親をね、探してもいなかったんですよね。カゴじゃ、段ボール入れられてて、で、もう仕方ないなと思って、一匹だけだったので、僕はその、猫を家に連れて帰ることにしました。その時にね、名付けた名前が、トラトラでございます。トラトラちゃん。非常に、北九州のから来て、友達も何もいない状況で、一人ボクシングのプロのチャンピオンになるために大阪に来て、友達のいなかった僕は、ほとんどいなかったんですね。で、いなかった僕が、本当に何ていうか、心の拠り所でもあったし、自分の子供のように、むちゃくちゃ可愛がりました。もともとそういうのがあって、猫を拾ってきたりすることあったんですけども 猫保護して、飼ってました。その猫ちゃんが飼い出して3ヶ月目ぐらいかね、家に帰ったらいないんですよね。いなくて、で、周りをずっと何時間も探してもいなくて、諦めがつかず2日間探して、なんとね、探してたのに下駄箱の下に急にいたんですね。いた時の状況っていうのは、尻尾が切断される、切れる寸前で、口からも血出た状況で、これはもう一命を争う状況であるっていうのはすごく分かったので、早急に、動物病院の近くで調べて、タウンページとタウンページだったんで、ね、当時は。で、それ調べて、一番近い動物病院に行きました。で、その時に、まず最初言われたのが、ご先生お願いしますとお願いしたら、分かったんですけど、手術する人も何してもお金がかかりますよ。あなたお金持ってますか？もう、身なりがね、どうしてもお金持ってなかったし、やっぱそのお金に関して言えば自分で自己完結するべきだと思ったので、お金持ってませんでした。持ってないというと、まず言われたのが、この猫は多分助かる可能性が少ないので、安楽死させてあげた方がいいかもしれないって言われて、正直自分の子供のように可愛がってきた猫が安楽死するというのは、僕はどうしても認められない選択で、分かりましたって。で、2軒3軒行って、4軒目ぐらいに行った、またあんまり綺麗じゃない動物病院でしたね。行ったら、そこも似たような感じで、もうお金持ってないんじゃちょっと無理だね、みたいな。他ちょっと回ってもらった方がいいんだよ、みたいな。で、もう、落胆する俺を見かねた、犬洗ってたおばちゃんいたんですね。結構な大きい犬洗ってたおばちゃんがいて、そのおばちゃんが、お兄ちゃんって言った、近くに、緑橋の奥に、すごく評判のいい、動物病院っていう病院があるの。そこの、先生がすごく、有名で、すごくいい先生だから、一回そこの先生と行ってみろと言われて、もう、藁にもすがる思いで、僕は猫を抱えながら、そこから、どれぐらいの距離なのかな、1キロぐらい離れたところかな、動物病院に行きました。行くと、覚えたのが、
亀とかね、いろんな爬虫類も含めて、一人の先生が全部見てるんやなっていう、そういう状況で、あと看護師さんも3、4人ぐらいいた、しっかりした病院でした。うん。で、そこで申し訳ないんだけども、一命を争うという状況で、並んでる人にも説明した上で、ちょっとすいませんって言って、この、猫をつって言ったら、並んでる人とかも、もしよかったら先どうぞってことで、一番前にしてもらって、順番、僕の順番に来ました。うん。そして、まず最初にそこで、初めて、動物病院の先生という先生に、会います、うん、僕とすれば、今までの経緯としてずっと断られてきた のがあって、もう後も先もないし、この猫をどうしても助けたいという気持ちがあったから、先生に膝をついてお願いしました。先生、どうしても僕はお金持ってません。で、この猫を助けたいんです、もしお金が必要であれば、俺は、今日からでも働きに行って、この猫を、助けたいっていう話したら、その先生が本当にかっこよくて、ちょ待てよみたいな、お金の話後にしようぜっていう、僕のような患者さんがたくさん来られたら病院の、経営に迷惑かかるので、あえて病院の先生と、先生、病院と先生の名前は伏せさせてもらうけれども、その先生がなんかもう今はこの猫を助けることが優先だから、お金のことはまあ後からでいいと、うん、まずレントゲン取ってからじゃないとわからないって言われて、わかりましたって待って2時間3時間ぐらいかな。で、あと呼ばれた時に、8箇所の骨折と膀胱が破裂して、肝臓かなんかがやられてるっていう状況でした、うん、で先生に助かる可能性はって言ったら、猫の気持ち次第ですっていう返答でしたね、うん、で、先生、お金のことは、今日からもう今からでも、なんかアルバイト雑誌でも探して、当時僕というのはお昼は串カツ屋さんの、仕込みのアルバイトをしてました、そこのご主人と、おかみさんはすごく、僕が大阪行った時から世話になっていったので、辞めるわけにもいかないし、で、お昼は、ボクシングジム、これは絶対にどうだっても辞めれないので、したら夜しか働く時間がなくて、で、先生に、まあ、働きますって、で、もう分かった、でも分割払いでもいいし、時間かかってもいいから、で、お金ってかかったお金全部見せる、うん、で、君はもうちょっとお金持ってるの分かるから、かかった原価っていうのを見せるから、それと、病院の最低限の経費だけは払ってほしいっていう、本当に、本当にもうなんか命の恩人でしたね。で、それからもう早急に、猫がその日入院することになって、僕はお寺の方に帰ってアルバイトニュースとか雑誌を見たんですね。で、そこで、一番なんか金額高いバイトするしかないと思って見たら、時給7000円とか4000円、うん、ホストクラブっていうのがあったんですよね。僕の中で7000円と書いてるところに、なんかうさんくさいなと思って、でもいろんな、ね、なんか2000円とかあるし、3000円、でも4000円ぐらいだったら、これは嘘もなくギリギリもらえるんじゃないかと思って、で、僕はもうなんていうかな、当時なんか僕喋りも好きで笑わせも好きだったんですけども、当時付き合った彼女、前の前か付き合った彼女が、なんかホストしたらみたいな、もう会話面白いし絶対ウケるよって言った時に、なめんなよみたいな、うん、俺は絶対死んでもやりたくない仕事やねん、それだけはみたいな、自分を安く売ってまでもみたいな感じでしたね、うん、ただその時の自分の心境とすれば、なんか何かをするために自分を犠牲にするとか、自分自身のプライドを捨てても猫を助けるということが自分のって、第一の課題でした。もうこの話を聞いてね、ちょっと勇気つけれる人がもしいたら嬉しいなと思うんですけれども、自分の夢のために自分を犠牲にして働く言ってる人、日本中たくさんいてると思います。自分信じてください。俺は良くも悪くも、うん、そういう選択肢はあっていいと思います、うん、その時は僕はそうでした、少なからず、選択肢は一番やりたくない仕事をやるしかなかった、うん、ホストクラブ、うん、そこで僕は、ホストになる道を選びました、はい、
で、その日の晩ぐらいが通話面接来てくれっていうことで電話して行きました。行ったら、すいません、僕はもう実は借金があって返さなきゃダメ、その時猫の話は僕絶対一切しなかったのは、同情を引いてまでお金とかいうのじゃなくて、理由だけちゃんと説明して、内容は説明せずに細かい内容 できたので、ちょっとしっかりホストとして頑張りたいです、うん、で、あとは、時給ってのは4000もらえるんですかって聞いたら、4000やれるわけないやんっていう、はぁみたいな感じなんですね。どこもまあその7000の回転でもらえることないよっていう、どういうことね。いや違う、1時間に2万円売り上げ上げたら4000上げるよっていう、僕の中で正直月5万ぐらいで生活してた僕にとって1時間2万円の計算も全くできなかったし、どうしていいのかわからなかったんですけれども、僕には選択肢が一つしかないんですよね、うん、それしかありませんでした。1時間2万円あげるしかね、うん、じゃあどうしたらいいですか。もうお客さん持ってないよね、今から外に出て、キャッチして店連れてこい、うん、何もかもその店キャッチ1時間新規の2000円なんですよね。バンバン入れてきたところで1時間10組も入れれるわけないけども、がむしゃらに働きまくりました、はい。でやるからには僕の中で絶対あって、ホストという業界が正直好きになれなかった理由は、やっぱなんていうか、グレーゾーンというか、人間的に、かっこいい人がいてないとか、女騙すとか、そういうイメージがあったので、当時はね、うん、で俺自身はもうトーク笑い一本でいってやるみたいな、うん、あとはもう気合と根性で客入れまくってあるみたいな感じで、なんとね、当時またバブルが弾けたばっかりで、お金はまだね、株価3万ぐらいの状況だったから、まだ全然日本にお金がまだ余ったぐらいの時で、ちょっとやばいね、危機感があってね。で、お金持ってる人もたくさんいたんですけども、キャッチしまくりました。でその時俺の髪型ってね、今写真ないんですけど、身長もちっちゃいのにリーゼントで、喋りがもう北九州弁、もうそんなんで来るわけねえやんっていう感じだったんですよね。それがものの見事に受けました。バンバン客呼びました、うん、もうバー喋って、よかったらお店来てよで行って、まあ大体もう1時間ぐらいチェックして、それも全然売り上げ上がらないんですけど、これ後々のこと考えて、で中にはなんかシャンパンを下ろしてくるお客さんたまにいたりとか、ボトル入れてみたいなお客さんもいたりとかして、売り上げ上がっていくんやけども、それでも1ヶ月間フルで考えて、なんか最低時給600円って言われたんだよ、その時ね、そのオーナーに、うん、嘘ばっかりじゃねえかバカ野郎、うん、600円で、でそっか歩合で計算してもフルで頑張っても十何万しか稼げない、うん、先生に言われたのは、この猫ちゃんはと話戻りますけど、多分、3ヶ月間ぐらい入院することになる、うん、とまず言われました。で僕自身難しい手術なので、2箇所手術できないとこあるから、この2箇所は外部に出しますという話をされました、トラトラちゃんの、うん、その先生も嘘もなんもない綺麗な先生なん で、この2箇所助けようと思えば、でもそれでも助かるか分からないけども、2箇所ちょっとやってもらいたい手術が、移送させて福岡の方に、うん、移送させて、あと1箇所違うとこかな、移送させて、できる手術がで、それを、やって大体かかるかもということを言われたんですね。それはもうその原価プラスアルファとして考えて、それはかかるだろうって言われました。僕としては10万を背負って、一気に急に背負った金額なので、1日も早く返さなあかんということで、始めたわけなんですけども、どんだけ1ヶ月間頑張っても給料って10万あるかないかくらい、13万ぐらいかな、最初もらったのが、それぐらい金額でございました。ただね、良くも悪くも僕やっぱ人好きなので、キャッチしまくるんですよね、
前あのナンパ動画見たと思うんですけど、あれぐらいの勢いでずっとバーッと喋りかけていったら、女の子の友達とかがバンバン増えていきました。で、仲良くなった中で俺は絶対に、猫の話をしたくなかったし、そんな同情してまで自分にボトル下ろしてもらうとかのは絶対したくなかったんですね。で、なんか一番仲良くなった女の子が、俺お寺の話をよくネタにしてて、俺が住んでるお寺のもう中がもうなんていうメゾン一国じゃないけど、もうむちゃくちゃな人がいっぱい、たくさん社会復帰できるような人たちを、寺のお嬢さんが、引き取って、まあ済ましてる状況だったので、24時間何が起こるかわからないという状況で、でも本当にネタだらけの、お寺だったんですよね。で、その話をよくしてたら、女の子が遊びに来たいって言ったので、ぜひおいでよって遊びに行って、大体僕は1時に毎日1時に、猫のお見舞いに行ってました、で、12時半ぐらいになった時に、俺お見舞いに行くからちょっと帰れって言ったら、いや帰れみたいな、女の子言うんですよね。ちなみにその女の子とはやってません。はい、ってことで帰れって言って帰らないので、なんかそれは多分ついてくるかということで、僕が住んでるところから大体2キロぐらいかな、緑橋にあるんですけども、その病院に行きました。行ってちょっと待って、で病院の一番奥に、入院施設があるので、で時間 OK になった時に入院施設に行く、で一緒に、まあ、はい、僕が、まあ、OK もらって入院施設に入る時に一緒に入ってきて、女の子自体はそれまでガンガンノリノリやったのは、なんか入院施設のまたドアが一つあって、大体俺1時ぐらいに行くので、1時ぐらいになったらトラトラがね、もうニャーニャー泣くのが寂しいから、パパパパみたいな、早く来て早く来てみたいな、で俺が行ったらものすごく喜ぶんですよね。はい、で、行って、大体いつも1時間半ぐらいおったんかな、1時間ぐらいしたらやっと安心して、やっぱ何回も手術してるし、やっぱきついんでしょうね、体が、安心して寝るんですね、で寝た状況を見計らってそーっとこうバレへんように行くんですけども、それを一瞬こうトラトラ俺も見て、行かんといて行かんといて、行かないにゃ、行かんてにゃみたいな感じで言ってくるんですよね。それを女の子はずっと後ろ横から見てて、まあそのままだいたいいつも1時間2時間ぐらいかかって2回目寝たぐらいの時にそーっと出ていくんですけど、毎日そういう状況でした。そしてあとなんていうか、その日の、自転車で一緒に僕二血して帰ってたら、その女の子がうわーってめっちゃ騒ぐ女の子だったのに黙り込むんですよね、黙り込んだ女の子に、なんで黙ってんのって言ったら、ちょっと あんたさみたいな、お前ね、もしかして、猫の医療費のために働いてるんじゃないのかみたいなことを僕に言ってくるんですよね。お前絶対に言うなよ、店の従業員にも俺言ってほしくないし、オーナーにも言ってほしくないし、お客さんにも絶対バレたくないんやけども、実はそうやね、まあ、3ヶ月間ぐらい入院せなあかんし、その間の、まあかかる費用っていうのは大体言われてるし、俺は一日も早く先生に返したいから俺か働いてんやんか、正直俺ホストしたくないねんって言ったら、女の子バー泣き出して、でそのままお寺に帰って、もうなんか普通にもう荷物まとめて出て行ったんですよね。なんかどうなんかなと思ったら、その日に女の子が僕のお店に来ました。お店に来て、どうしたんと普通の顔して、いや遊びに来たみたいな。でそっから、遊んで途中に封筒に今にも忘れず20万円、入れてきてくれました。その女の子自体は美容師さんの卵かなんかやったのか、そんな多分儲かってなかったと思うんですけど、入れてきてくれたのは覚えてます。あの時ね、名前覚えてないけど、本当なんかありがとう、本当にこれ見てたら本当に感謝してる。でその時に俺怒ったんですよ。俺同情引きたいがためにやってるわけじゃないし、だから俺お前に言いたくなかったみたいな、仲良くやってるよお前、ちょっとなめんなよみたいな話をしたんですよね。じゃどうしたらいいのっていうか、俺は実力で稼ぐから、だからもう働きまくる俺はみたいな
した女の子が、僕がいない日にお店に来て、シャンパンを下ろして帰ったんです。でそれは俺の伝票につけてくれ、オーナーがまでちょっとねやらしい人で、俺いなくても俺つけたら、俺の売り上げになるからみたいな感じで裏で話し合ってお金入れてくれたんですね。本当にありました。僕とすれば結構、まあ、20万の売り上げがついて、まあ、返すにも返すお金がないから、で女の子にしても私としては気持ちとしてやったし、別になんかこれで、なんか20万がここに消えるのは自分にとってなんかもう全然悪くないし気持ちいいねってこと言ってくれたので、いただくことにしました。そこからなんですよね、はい、僕としては何度も言いました、むちゃくちゃ一日何十人って声かけていって、まあ、仲良くなる女の子もたくさん増えた中で、違う女の子家に遊びに来たんですよね。家に遊びに来ました、はい、でまあ、お寺見てボロボロってなんか、ね、もう2階上がっていくのに階段キシキシするし、なんかいつこのなんて階段が潰れても仕方ないぐらいの階段に2階上がっていって、もうなんかネタでしかないというか、便所もね、水流すのにこう引っ張るからね、上からバー引っ張ってジャーンって流れてくるような本当にすごい、システムの寺だったんですけども、その、まあ、寺に女が遊びに来ました。同じような感じで女が、泊まったんですよ。それ泊まったから、ちなみに、やってません、はい、でその後にまた1時になったので行こうとしたら女がもうついてくるっていうんで、まあいいかなと思ってついていきました、うん、ついて行った時に、その女の子自体もねなんか似たような感じで、まあ、俺が、まあ、待つで入ろうとする。そしたらやっぱ猫もねなんか点滴とかもしてるし、なんかこの首の中なんエリザベスかなんとかみたいなのも巻いてるし、なんかもうなんかなんていうかな、包帯の跡とかで、もちろんそのさっきの尻尾が切断されそうな状況で、尻尾を切断し状況で、ね、もう見るに痛々しい状況なのに顔はむちゃくちゃ可愛くて、で俺が行った時にまあ、まあ、なんせね、病院のドア開けて、で病室のドア開けた瞬間にもう俺のテンション上がってね、で女の子はそれ見てなんかこう感動しちゃうんですよね、うん。確かね、その女の子が、その日のね、何もその時はなくて、その日の夜に、お店に来てくれました。来てくれた時に、またオーナーがちょっとすごいのが、50万円のボトルを僕の知らず入れてくれてたんですよね。ありがとうございました。まあ、お金がね、今と違ってやっぱ結構余ってたし、そのなんか仕事はキャバクラかなんかやってましたね。50万円のボトル入れてくれて、ホストが 7,8 人しかおらん店 で普段売り上げとかバンって一気に僕売り上げ上がってきたんですよね、うん、でそんな中で、入れてくれて50万入れた上での現金で渡して、そのまま現金俺に渡してくれみたいな感じで言ってくれたんですよ。でそのオーナーが結果的に、まあ、もちろんありがとうなみたいな、うん、で俺ははっきり言ってお前の猫のためにやってるんじゃなくて、俺はほんまにプロとしてやってるから、それはありがたくいただくけども、猫は関係ない、女の子も言ってくれてて、ただ女の子自体は泣いてましたね、まあ、帰りがけに、ね、またその女の子もその、病院が終わった帰りがけなんですけども、猫のために働いてるんやみたいなこと、ちょっとポロポロみたいな感じで、そんな雰囲気ではありました、うん、内容とないようにしてたけどね、うん、でその女の子が、50枚ボトル入れてくれて、僕の中にと、ね、13万何千円その日にもらったんかな、なんかその封筒見ながら、僕自身は、病院にいるトラトラちゃんとテレパシーで、会話しました。トラ、あのさ、これって俺たちのスープラトン攻撃じゃねみたいな。トラも、まあ、そうやねみたいな、うん、俺はトラはね、パパに拾われたことが、すごい良かったし恩返ししたい、俺はこれをネタにお前をナンバーワンにしたい
みたいなテレパシー来たんですよね。ちょっと作戦変えようみたいな。うん。俺はあえて、猫のことを隠してきたけれども、トラトラちゃんのことを全面的に出していけば、売り上げめっちゃいくんじゃねみたいな。うん。当時はなんか汚い放送めっちゃいたからね。なんか僕ロン毛わーみたいなな。で、なんかこう青いスーツ着たりとか、なんか俺とやっぱ好きになれずに、俺なんか普通のスーツ着てリーゼントで、北九州で、お姉ちゃん何しようとみたいな。そんな感じで喋ってたんですけども、何しようとじゃないね。そんな感じで喋ってたんですけども、なんかまあ、これいけるんじゃないってことで、その日からキャッチにトラの話を入れるようになりました。何でもいいです。当時の背景とすれば、やっぱね、欲にまみれたみたいな、もう汚い世界やった夜がね、本当に今はね、本当にそうじゃなくてプロとしてみたいなやつがたくさん、俺はこの世が増えたとは思ってる。でも当時は本当にもう騙し合いとか、もう汚い世界でありました。そんな中で猫のために働いてる田舎から来たプロボクサーのお兄さんみたいな、なんか俺キャラがあって、それがむちゃくちゃウケた。うん。受けた女の子がなんか俺の猫のためにって感じで、シャンパン入れてくれたりとか、ボトル入れてくれたりとか、うん、で猫の写真持ってあれだーみたいな、なんかそういうとこまでして、あとはね、一番いいのはなんかボトルとか入れてくれた女の子は次の日に病院に連れて行くんですよね。病院に連れて行って、一緒に受付して待つ。でエラさん、どうぞ奥の部屋に通される。奥の部屋のもう一個のドア開けたら、入院施設がある。入院施設の前に立った瞬間に、トラトラちゃんが泣く。パパニャン、パパニャン。うん。そして女の子が、何この友情の愛情関係みたいな、がっつりやんみたいな。で開けた瞬間に、にゃー待ってたにゃー待ってたにゃんっていう、これ、ね、完璧な演奏をやってくれるんですね。はい。でまた完璧なのが、1時間ぐらいしてゆっくりして、疲れて寝る。行くぞ。で女の子一緒に出ようとしたら、必ずなんですけどまたこうにゃー泣き出して、で抱っこして、あもうね、寝ようかみたいな。でちょっと安心してこう見て、もう一回やろうにゃんみたいな。で寝て2回目3回目ぐらいの時に、やっぱり、ね、1時間2時間のドラマがそこにあるんですね。完璧にやりきってくれた。うん、はい。それで私め北でナンバーワンになりました。うん、とともに、田舎育ちの私めなんですけども、南に行き、半年でお店を出すことができました。いやー、俺とトラトラのツープラトン攻撃っていうのは多分、業界にも絶対なかったね。はい。でここで俺ね、動画を見て、もしどうなんか、まあ多分何千分何万分の1の確率で見るか分かんないんですけども、何回もね挨拶したんですけど、動画を通してもう一回言いたいです。先生、本当にあの時はありがとうございました。おかげさまで、トラトラは前も言ったんですけど、14年間生きることができました。最高の方はね、本当に半身不随ってなったけども、毎日、朝起きて、ベランダね散歩して、外散歩して帰ってきて、毎日ルーティンをこなしていく感じで、毎日本当になんかポカポカした時は私外出てみたいな、本当に幸せな、生涯だったと思います。先生ありがとうございました。なんせね、話戻るけども、その俺とトラトラと、その2体、によって夜の世界にはない演出がそこに生まれたことによって、エラ・トシヒコナンバーワンになり、そして、
今に至るわけでございます。なぜ半年後に店出しました、半年後店出した時も僕当時出会いまくった女の子とかがおったんで、一人何十倍も早いスタートを切ることができました。本当にありがとうございます。いや、なんかええ話やな。いや、ええ話やねええ話やけど、ほんまになんていうんかな、俺にとったら人生最大のクロスロードというか、絶対やりたくない仕事でした。周りの女の子にも、周りの主婦にしても、周りのいろんな人にしても、やりたくない、でもやらなければならない選択肢を迫られている人はいてると思います。それがでも人生にとってマイナスになるかマイナスにならないかというのは自分の心がけ次第なんじゃないですかね。僕は本当に、やりたくない仕事を猫を助けるためだけにやったんですけども、ものの見事に、超招き猫となりまして、今に至ると思います。まあコロナで大変やけどね、貯金ももうそこついちゃったし、でも本当に、そういうことです。もう言いますけども、俺は私ね、エラケチャンネルエラトシグは猫のトラドラちゃんと、俺のスープラトン攻撃によりホスト界で一番になりました。はい、ということで、今日の話は、以上です。いいなと思った人は、いいねボタンよろしく、いいねボタンというか高評価の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。